はいこんにちは米チャンネルですはい今回はですね北海道札幌市の、えー、北区の,のですねあの太平とか篠路とかですねあるいはあの石狩市方面の、えー、札幌でもね北側の方にあるラーメン店を、えー、まずね part 1として5店舗を紹介したいと思います まあ、パート2もあるんですが、まず今回ね、パート1ということで、はい、まずこちらがですね、えー、太平の方にある、ハチマキ屋さんというお店になります。はい、ここはですね、まあ、あのー、味噌ラーメンがね、あのー、私食べたんですが、まあ、非常にね、こう、こってりのね、もう札幌の味噌ラーメンっていうのはこういうラーメンなんだろうなというようなですね、まあ、非常にまあ濃厚で、まあ、美味しいあのー、味噌ラーメンになります。 えー、具材はですね、ネギとキクラゲと、あとメンマとねチャーシューが入ってるんですが、まあ、キクラゲっていうのがね、結構あの私好きなんで、あのこれが入ってるのはね非常に嬉しかったです。あと、醤油ラーメンもね、あのかなりね美味しい醤油ラーメンであの有名なようで、あのお店もかなり混んでますので、あの えー、少しね時間に余裕を持って伺うのがいいのかなと思いますあと店員さんもね接客すごくあの気持ちいいあの接客をしてくれるお店ですはい続いてですね、えー、こちらも太平の方になるんですが、えー、こちらは麺屋ケセラセラさんですねはいこちらあのー、私今まではね味噌ラーメンをいつも食べてたんですけど あの非常に好きなね何か、えー、なん,てなんか本当にコクのあるというかあ,のあまりくどくないですねあの美味しい味噌ラーメンだったんですがで後で知ったんですが、えー、一番人気はねなんか塩ラーメンということであの鶏白湯スープの塩ラーメンがあの一番人気ということでね食べログとかいろいろとあの情報載ってまして。 あ,あとこちらはですねわさびの効いたチャーシュー飯ですねはい、えー、こちらをその後すぐ食べに行きました、まあ、スープはですねやっぱりちょっとこうなんかねおだ穏やかであるっていうかね柔らかい感じのね鶏のこうコクとかねうまみがあの非常にあるというようなスープであの こちらのケラセセララさんですねあの見た目とかねなんか味の強烈なインパクトっていうのはね、えー、私そんなに感じないんですけどただね全体的に非常に食べやすくて飽きないでこう食べ終わった後にですねいやーなんかこれほんとうまかったなーってねこういうふうに思える、えー、ラーメンがこのケセラセラのラーメンかなというふうに思います。 まあ、食べてるね表情を見ていただければあの美味しいっていうのがね伝わるんじゃないかなとは思いますはいあとですねこのわさびの効いたねチャーシュー飯これね結構ツーンとくるんですが、えー、このねツーンがいいんですよねあとつけ麺もあの非常に人気になってますはいこの鶏白湯スープですね非常に美味しかったので最後まで、えー、食べました はい続いてはですねこちらはえー、シノロにあるですねラーメンスタイルえー、マルフさんですはいこちらはですねちょっとあの変わった あの系の系ラーメンというかですね、えー、この一番人気はねこのサバブラックというですねあの醤油ベースの濃、えー、い口スープですねで一応あの魚介煮干しベースであとサバとカツオでねなんかしっかりこう出汁量を取ってねあとこう鶏のうまみをプラスしてるスープということで麺はですね自家製のストレート麺でねあのこれ超長いんですね あと、えー、はい、お店の店名と同じですね。この丸いフが入っているのが嬉しいところです。こういうのはね、下して食べるとね、非常にふって美味しいですよね。あとこのサバブラックのですね、スープはね、ご飯に非常に合うので、まあ、ちょっとね、ご飯少し余したんでこんな感じです。 はい続いて、えー、こちら山岡屋さんですねまあ皆さんご存知のね定番の山岡屋さんまあ、東京で弁当屋さんを始めてね、えー、がスタートでラーメンで勝負するのは札幌ということで1992年にすすきのに1号店を出したということで、えー、今回ね特製味噌を食べたんですがあのー やっぱりねラーメンの山岡屋さんっていうのはこの濃さというかですね、えー、こってり感っていうのは、えー、私好みだなというふうにまあ、ね、このこってり感を食べれるのはどちらかというとまだまだもしかしたら若い証拠なのかもしれません。はい、やっぱりね時々この、えー、こってり感を食べたくなるっていうのがやっぱ山岡屋さんかなというふうに思います。 はい、続いて最後はですねこちらあの石狩市の方にあるですね、まあ、石狩市役所のすぐそばなんですが、えー、ラーメンの音村さんというところですね、えー、こちらで食べたのが、えー、牛すじラーメンとチャーハンのセットになります。 スープは味噌味で,あのでこの店舗の隣でですね、牛カツの専門店もなんか同じ厨房でやってるみたいであの牛肉をね多分すごくよく使われてると思うんですよね。でこの牛すじラーメンはねこの牛すじっていうのがね本当にびっくりするぐらいロろごとたくさん入ってます。 でまあ、ラーメンもねあのー、普通にねもう美味しくいただけるんですけど嬉しいのはですね、えー、ちょっと奥の方にキッズコーナーもあって小さなお子様連れもあの行きやすいかなと思いますあとこのねチャーハン、えー、これはね、まあ、ラーメンもね普通に美味しかったんですけどこのチャーハンはね私あの結構気に入りましたね非常に美味しいチャーハンでした はい、ということで今回はですね、えー、札幌市の北方面で行きたいラーメン屋さん、えー、5店でしたはい、また今度パート2でですねまた再度あの別なお店もご紹介したいと思いますので、えー、お楽しみにどうぞはい、本日は以上となりますご視聴ありがとうございました